今回何を喋るかと言いますと、はい、去年の今頃の配信で、何喋ってたかというと、このゆうちゃん新語流行語大賞の我々ならではのね、大予想しようぜっていう回をね、毎年これこの時期にやるわけですよ。まあ恒例だね。ね。で、はいはい、このね、新語流行語大賞っていうのは、11月の頭ぐらいに候補の言葉がダーッて発表されて、うん、で12月の頭ぐらいに、大賞が発表されて、おで今年流行った言葉とか、うんうんうん、どれがいいの、どれがお前ら印象に残ってんのっていうのを、うん、すごいみんなに予想させといて、それ流行ったっけっていうのが意外と流行語大賞になっちゃうっていうやつです。なんかこうちょっと結構裏でいろいろあるよね。あるよね、あれすごくいろいろあると思うんだ。初選考ね、民間の団体ですよ。ということでね、まあ予習バッチリしてると思いますけども、酒井さん、去年の流行語大賞何だったか分かります？去年？そう、あのね、毎回そのね、トップ10っていうのが10個発表されて、はい、その中でも年間大賞っていうのが、これが一番だよっていうのが発表されるわけですよ。これなんだか覚えてます？去年何でしたっけ？なんだよ、これも予習してないんじゃん。iPS 細胞じゃないし。違うよ。なんだっけ？あ、もう酒井さんは、酒井さんは、ね、僕は元宮さんを信用してるから、元宮さんに聞こうじゃない。元宮さんは去年の年間大賞を覚えてますよね。こと言っちゃっていいのかい？いいですよ。こと言っちゃっていいのかい？うん、ワイルドだろう。あ、正解ですよ。言っちゃった。ここでボケとかないと岩田さんに繋がらないの。だね、そうだね。だって3人去年収録してたでしょ。してましたね。俺が覚えてると思うか？岩田さん、じゃあ後の9個全部言ってみてください。マジか。9個多いな、おい。去年でしょ。去年、いや、予習して、だってほら、去年1年間ですごい流行した言葉ばかりを10個集めたわけですよ。だから覚えてないわけがないです。で、今ほら出ましたワールドだろっていうのと iPS 細胞ってのが出ました。あと8個ありますからね。8個。うん、なんかね、元宮さんが生ポーを押してたのを覚えてるんですよ。生ポーは入ってないから。そんなこと言ってた？押してましたね。それと新刊日食を酒井さんが押してたのを覚えてるんですよ。ああ、金環二色って入ってないっていう。入ってないです、ね、実際入ってないんですよ。入ってないのか。入ってなかった。あ、じゃあ iPS 細胞は入ってるでしょ。それは入ってる。そう、iPS 細胞は入ってます。ちょっと待って、なこれ答え知ってる人は誰なのこれ。ほら、僕は知ってる。僕はちゃんと分かってるんだけど、じゃあ、岩田さん、それじゃあ、はい、これね、入ってる中に、うん、近いうちにっていうのが入ってるんだけど、うん、近いうちに点々点っていうのがね、トップ10に入ってるんですよ。すごい去年流行ったじゃないですか。流行りましたね。うん、でしょ。もうみんな言ってましたよね。でしょ。これ誰が言った言葉か覚えてます？そらほら、もう言わなくても分かるでしょ。うん、近いうちに、近いうちに、これ多分ね、ちょっと待ってよ。あれですよ、解散ですよ、解散。誰だあの時。お、近いね。政治関係ってのは。そうですよね。ですよね。ですよね。おお。誰だっけ？これはね、どっち？野田さんだ。そう、野田さんです。野田さんだ。正解です。前の政党だ。はぁ、あ、兵法か。ということで、お前ら一切予習してねえな。過去の野田さんでしたから、今。いや、本宮さん。何過去のことはって今本宮さん言ったでしょ。で去年のだろ。だって今から喋るのは今年、今まで1年間の過去の流行った話をするんですよ。1年間以内の。それもそうだな。でしょ。過去のことだな。うん、じゃあ大丈夫だ。1年間は覚えているよ。はい、じゃあ、はい、とりあえず今年ね、2013年、うん、流行語大賞にはこれがなるだろうなっていうのを、とりあえずほら、これはもうあれでしょ、みんないろいろ調べてきたでしょ。
今年は結構なんか、ね、そういう言葉流行ったよね、いろいろね。じゃあ、とりあえず、いいですか、いいですか、今から一人一人、はい、じゃあ、一つ、これだよねっていうのを挙げてもらうんだけど、おうおう、はい、じゃあ、とりあえず、今でしょう、ジェジェジェ、アベノミクスね。あとは、倍返しね。これ以外おいおい待て待て待てこれ以外で あとごめんおもてなしこれ以外で、ね、この5つ以外で今年流行ったやつをじゃあ上げていってもらいましょうか、ねじゃ あのおとなしい元宮さんから、うん、いきなりこう全てのこう骨を抜かれたようないやいやいや今年は今年はね流行語大賞は当たり年って言われてて激戦だって言われてるわけですよ。うんうんうん。ね。だから中でもだから今言ったあれですよ。今でしょう。倍返し。うん、おもてなし。はいはいはい、ジェジェジェ。うん、あとアベノミクス。この辺はね絶対入ってくるんで。あ面白い。こんなもの上げてるようじゃ一切予習してないもん。当然ですから。ね。じゃあ元宮さんからいきましょう。ほら今年流行ったあれを。まだあるでしょ。まだあるでしょ。んもうないんじゃねえの。嘘だ。なんだなんだ。なんだなんだ。もうそうだな。11ヶ月間あったんだよ。そんなにあった今年、うん。今年まだ3ヶ月くらいじゃねえの。ちょっと待って。元宮さん時が止まって。元宮さん。何何何。あれ。酒井さんと岩田さんは。こうやって僕と本宮さんがじゃれ合ってる間に考えておくんだよちゃんとねそうはさせないぞこれ。しょうがない。それはほら本宮さんを最初に当てられちゃったからしょうがないですよ。すぐ出てこないのは仕方がない、ね、ここでじゃれた上での答えが1個出ての次の人はパッと出なきゃいけないから流行語大賞流行った言葉だろ。流行った言葉もしくはほら今年新語としてあなんか新しい言葉だったよねあれね。はい、ああそういうことか、うん、ちょっと待って元宮さん本当に一切予習してないでしょ。うん何ちゃんと予習してたよ。予習してたやつを全部こう今こう何て言うんだろうなダメ出し食らっちゃったからな。あの、ね、もう余裕意外とね意外とね、うんうん、これ新語流行語大賞ってね言葉だけじゃないんだよね。なんかねあの何て言うの人の名前とか あちょっと待って今そういうのが出てくる可能性すげー電球ついた頭にピコってお出た出た。じゃあそれをじゃあ本宮さん来ました、はい、いいかいいいですよいいですよこれ結構来ると思うよこれ、うん、いくよ、うん、激横プンプン丸おいいねいいでしょいいでしょ。ただ残念なことにそれ流行ったのねあの、うん、前半みたいよ。前半でもいいでしょう。これね、あのね、調べると、うん、いろんなやっぱりね記事が載ってて、その中でもね去年ほらこのワイルドだろうで撮ったスギちゃんのね、はいはいはい、予想だとこのね頭の方で流行ったやつって、うん、ならないらしい。印象が薄くなるんだろう、ね。そうあの後から出てきたやつが強いっていう、はい、スギちゃんの、ねね、記事で言ってる。そこはあえて外していく。山でしょうはないですよね。激おこぷんぷん丸。じゃあ、激おこぷんぷん丸、本宮さんね。いいよ、それで。じゃあ次、じゃあ、岩田さん行こうか。よし。こんだけ考える時間与えたからね。おもてなしとかもう全部消されちゃったからな。ね、じゃあ行きますよ。はい。行きますよ。はい。くまもん。あれ？なんでくまモンふなっしー行かないの？あふなっしーの方かな。だってどっちかだってねこのね流行語大賞は、うん、かあのなんかステージにその流行語を生んだ人たち呼んで、うん、ねなんか盾みたいの渡すわけですよ。授賞式があるわけです。うん、その時に、うんね、誰が来てたら面白いかだよ。絵を浮かべなきゃいけないんだよこれは。そしたら激おこぷんぷん丸誰出るんだ？激おこぷんぷん丸はどうもギャル語として出てるみたいなので。
そっか、じゃあギャルが出るのかな、うん、なんかギャル代表のなんかタレントさんが出るんじゃないかな。でもあれだぜ、あのくまモン今日天皇陛下とそうそうそうお会いしてますよ。あ、そう、うん、そうですね、そうだよ。でもでもね、でもね、その会場に来た時にね、壇上に登った時にどっちが面白いかって話、どっちが記事になりやすいかって話ですよ、ふなっしーとくまモンと。そうだね、そこは分からないよ。それはほら喋れる方でしょ。あいつ喋ったっけ。まあ、確かにね、くまモン喋んねえもんな。くまモン喋んなかった。だから、ああいうとこに出てくるのは、ふなっしーかちっちゃいおっさんなんだよ。うん、ちっちゃいおっさん ちっちゃいおっさん、ちっちゃいおっさんっていうキャラクターがいいんだよ。知らん、知らないのかよ。そんなのいるんだ、いる。で、あ、くまは喋んねえか、あれ。このね、二人は喋るね。あ、そっか。ふなっしーなんか叫んでたわな。そう。じゃあとりあえず、じゃあいいですか、くまモンでいいんですか。とりあえずじゃあくまモン、はい。じゃああれですね、あの、うん、ポケモンの新しいキャラクターですね。あ、ポケモンくまーって言うんです。 X と Y に出てくるんだよね。出てきてほしいな。じゃあ坂井さん、坂井さん行きましょう。私は前半なんですけど、うん、ダイオウイカって今年じゃないですか。ダイオウイカ、あれか、テレビ番組か。今年だね、うん、そうです、そうです、 NHK でやったの今年か。違いましたっけ、なんかイカが、あのね、多分ね、坂井さん今の我々の反応でなんとなく分かったでしょ。ポカーンってなってる。それ入らんわ。ダメ。いい番組だったよ、あれは。なんでもないです。忘れてくださいね。あ、じゃあそこはほら、今のところはね、一応カットするということで。じゃあ、坂井さん。坂井さん、じゃあ何が入ると思いますか、坂井さんは。ちょろっと、本当にないしな。うんこ。あれ、坂井さん、あれだよね、これ、確かほら、毎週さ、我々、そんないプロジェクトのメンバーでさ、はい、あの、はい、スカイプで会議してる中でさ、はい、なんかもう、この流行語大賞の話を一番最初し始めたの、坂井さんじゃん。全部言われちょっと。そこでね、結構出たんですよね。全部出ましたよ。うん、だからほら、いろいろ持ってるかな。乾いた雑巾絞らねえと。そうですね。なんか楽しそうなのかな。まだ ありましたっけ。なんかありそうな、なんか、あ、もう一個出てきたよ俺。えっ、ー、何ですか、うん、俺ももう一個出てきた。お、うんうん、かぶってるかな、元宮さんと。どうかな。じゃあ元宮さんと岩田さんでせーので言おうか。ちょっと待って、どうしようかな。うん、よし、よい、はい、せーの、ヤグル。何？元宮さん何？ヘイトスピーチ。何シーンとしてんだよ。ヘイトスピーチね。うん。それは何？ヘイトスピーチ知らないの？うん、あれだよ、ヘイトさんがあれだ、演説した時の話か。そう、いや、ヘイトさんものすごい、悪口のひどいやつで、みんなでこの、殺せ殺せみたいなさ、そういうデモをしてる人たちの、うん、流行語かな、それ。これはね、ものすごくネガティブだからね、多分テレビ映えしないね。そうだね、記事になりにくい。そうだね。岩田さんなんですか。あ、僕ね、ヤグル。ヤグル？ヤグルって何？ヤグル。ヤグル、わかる。わかるでしょ？大丈夫？あの、旦那が出張してる間に家に男を連れ込んで、それ。本当に？そうなの？本当に？うん。まさに。あ、それじゃね、ヤグルって本当に言うの？うん、本当に。なんか、ネット言葉か、ヤグル。ちょくちょく見ましたよ。それね、多分、うん、ならない。はい、これも呼べねえやな、これ。絶対取り上げられないよね。あのね、党の本に今、活動停止してるから。そうか。うん、あ、出てこれない。っていうね、ほら、僕らがこうやって、じゃれてる間に、坂井さん一個考えたし。
それであの優しさを感じ取ってもらわないとね。そうですよ、我々ね、ステッカードを伝えて。そうそうそう、大丈夫ですよ、もうほらこれ入んない、だからトップ10に入んなくてもいいわけですよ。なんか言えばいいんですとね、うん、歩きスマホ、ちぎってしちゃった流行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 った、楽しくないみんなやってるよ歩きスマホ、大流行りだよ流行ってるけど楽しくない壇上にはやっぱりみんな歩きスマホで 4,5 人がこうザッザッザッっていう感じそうそう、それであれ一応あの地下鉄のホームでぶつかるわけでしょ、ダーンうーん、よろしくないですね。じゃあ僕いいよ、僕最後いい、あなたこうなんかとっておき隠し玉があるんだ。いや僕ね正直なとこないのよ。ないの？僕も言っちゃってるからないんだよ。ないですか？なんだけどあえて言うんだったら、うんうん、なんだ？フライングゲット。は？要は金太郎が出てきて、うん、やたら言ってたでしょフライングゲットって。うんうんうん、それ今年？フライングゲット自体はもっと前だけど。あ、う、あ、ん。だからやたらとフライングゲットをギャグとして言い始めたのは今年でしょ、金太郎。モノマネの女の子か。そうそうそう。そうそうそう。金太郎って何、あの、まさかり担いでた今。大丈夫あのね、うん、存在は知ってるけどね、一回も見たことないんだ。あ、そう。え、そうなんですか。そうなんだ。はい。そうなんだ。まさかり担いでたの2013年じゃないでしょ。じゃなかったら、これもね前半だからもうないと思うんだけど、うんうんうん、僕基本的にこれ絶対入ってほしいなっていうのを一つだけ言うと、ほうほうほう、いいねっていう。誰言ってるんですか？何ですかそれ？これねドラマでねやってる桜井くんがやってたんですよ。え、家族ゲームって前半にやってたでしょ、桜井翔さんが。桜井翔、うん、桜井翔はわかる、うん、桜井翔から説明しなきゃいけない、うん、元宮さんにはあの今ね、今頭の引き出しすっげえ探してるんだよ。嵐っていう5人組がいて、あの怪物くんやった人か。怪物くんあれ大野くん、あれ大野くんそっかメンバーにいるんだな。そうそうそうメンバーに、メンバー、あの多分ね顔見たらこいつかってるのはわかる。あのね木更津キャッツアイのバンビ、うん、全然あかんねえ。あ、そっちは遠くなっちゃった、遠くなっちゃった全然あかんねえな。が家族ゲームっていうドラマを前半にやっててね、その中でいいねっていう言葉を、ね、連発してたんですよ。あんまり入んなかった。でもね当時はねちょこっとやってる人がいた。あーそっか、うん、あのだからドラマのセリフがなるっていうパターンはあるでしょ。それこそ倍返した的な感じで、あ、ジジジとかそうでしょ。そう、両方とも見てないけどね見てない俺も見てないんだねえ。だね、あ、ただねあんまりね家族ゲームあんまり視聴率が良くなかったんだよそれ流行ってない。でもあのジジジのドラマはすごくなんか見てみたいなって気にはなったけど、結局見なかったけどね。途中からみんな嫌だからさ、うん、でもね多分今ね出てる中だと多分、うん、激おこぷんぷん丸はいくだろうね。ああそうです、ね、あれは結構ノミネートされるだろう、うん、激おこぷんぷん丸はいく可能性はある。うん、あとは僕はふなっしーは出てくると思う。そうね、ふなっしーかな。あの、うん、やっぱねこのね壇上に黄色い色が欲しいんだよ。色ですか、ね、色で誰ですか竹内さんは僕ね、なんかね何年か前からこれ流行語大賞はそういう見方をしてイベントプロデューサー目線で誰をあの壇上に乗せたら記事になりやすいか、ユーキャン的にね、ユーキャンが記事にしてほしいわけですよ、各、うん、ね、うん、雑誌とか新聞に。その時にこれ誰がこれ出てたらいいかっていう話ですよ。じゃあ去年野田さん来たんですか。野田さんね多分来てないね野田さんは来てないですよ。来ないでしょ来れないな、うん、誰なんか民主党の誰かが言ったのかな、ね、なんか辞退みたいな、ね、去年のね写真があるんだけど、うんうん、
写真がねすっごいちっちゃくてね、あの杉ちゃん以外誰だか分かんないちっちゃくても杉ちゃんが分かるんです。杉ちゃんは分かるね、でもあれだね、ジジジも今でしょ、まあ、結構テレビ映えすんじゃねえの、ね、ジジジの女の子なんか可愛いし ね、うん、でまあ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 、そんな中で、そんな中で、まあ、他にある、他に今の感じだと他になさそうだけどさあとね、なんだあとなんだろうな、いや結構半沢直樹はそれか、半沢直樹は倍返し、倍返しか、うん、そうだね、あとなんだ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 、だからね、なかなか多分ね、流行語大賞としては言葉としてはどうかなっていうところなんだけど、うん、流行ったっぽい感じの言葉というか名前的な部分で言うと、うん、うん、ビッグダディとか、AKB の総選挙とか、と AKB の総選挙は毎年だからどうだろうね。いやでもほら今年のやつが一番認知されたと思うんだ、うん、ああそうですか、うん、今年誰買ったの、あれあれあの指原さん、うん、すごい大差をつけて、そう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 、だからあれでなんか初めてなんかその一般の人たちも総選挙ってやってんだって知った感じあるでしょ。すごいテレビでニュースでもやるだろう、あれ。そうですね。あ、そうなの、ニュースでもやるだろうって言いながら今年誰が勝ったのっつって今、ね、いやいやいや、なんかやってたのは見てんだけど、ほら個人個人は全然わかんないからね、僕はね。ああ、ちょっと待って、今すっげえ1個思い出した。お、何何、ダッチュー、ダッチューの、そう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 、古いな、おい。あのね、あのね、あのね、ツイッターのね、うん、ほら写真で結構剥がれたじゃん。それで何がいいかなと思って。わかった。あ、わかった。言葉としてはわかった。わかったは来るな。うん、わかったは入るだろう。わかったは来るな。誰呼ぶ？誰呼ぶ？うん？え？やっぱあれじゃね、食洗機に入って蕎麦屋さん潰した人かな。あれ、僕ね、僕ね、破壊力が一番でしたね。僕ね、あのホテルの、ホテルのなんかあの、なんだっけ、調理師かなんか、うんうん、コックさんかなんかがあのなんか頭になんか乗っけてさ正座してやってる絵とかって思い浮かばない、白い服でなんかあったな、ね、なんかあれあれがいいな、あの人呼んでほしいな。そうだね、いやいや、今年夏場集中しましたもんね、冷蔵庫に入っちゃったりから始まって、毎日毎日なんか出てたよね。でもそうですね、スタートは、言い始められたスタートはコンビニのアイスのケース、ね、アイスクリームだ、そうそうそう、そうですね、うんうんうん、あれでコンビニ1個潰れちゃったんだもんね。そうでしょ、いや、いろいろ潰れてますよお店。いや本当にあれは大変、うん、でも店閉める必要あんのかなって気するんだけどね。でも、うん、でも食い行く、うん、食いに行く、なんか騒がれてたら帰って、知り合いのとこだったら行くけどさ知り合い、なんか騒がれてるけど、いやいや気にせず頑張れよって言いに行きたい気がするけどそれじゃ経営は成り立たない。まあね、まあまあまあ、ほら結構電話とか来るんでしょ、苦情の電話とかいっぱいね、うん、来るだろう ね、でしょうね、うん、まあこの話をすると長くなるからね、じゃあまあまあまあこの辺で出尽くしたということで、そうだね、いいですか、ですね、あと出ないですか、いいかな、出ません、いいですかね、じゃあね、じゃあ全て僕が一番最初に封印した5つの言葉も含めて一人ずつちょっとじゃあ予想を立てていくということで大丈夫ですか？いいですよ。で、はい、じゃああれですよ、これ普通にさ、去年なんかやったよね、去年さ、あーやったやった、流行語入んなかった人はなんか、リスナープレゼントをするみたいな、
ことやった。藤井さんプレゼントだったっけ、なんかそんなんかやった気がする。藤井さんプレゼントだったっけっていうか、元宮さんがお送りしたんですよ。俺なんか、あれあ、なんか送った気もする。あれまた送ってないの？送ってるよ、ちゃんと。元宮さんにプレゼント送らないんだよ。ちゃんと送ってるんだってチェックしてる、あなた方も。ん、やらしい。でね、ほら、今年もなんかやりたいでしょ、ほら。せっかく予想するんだったらさ、そうね、そうね、ね、ちょっとこう、なんかかけますか、はい、かけるっていう言い方はいけない、ダメ、なんだろう、かけるっていう言い方はいけない、何か勝った人、負けた人、商品を出さないといけないね、商品か、いうことで、今年は、うん、どうしようかな、このベスト10に、うん、入った人、入った人、入った人、ベスト10に入った人、うん、違うな、この年間大賞を見事言い当てた人、うん、オールインワン賞だね、うん、に、うん、あとの3人が、うん、ほら、我々いろいろ地域いろんなところに住んでるじゃないですか、僕千葉県だし、はい、俺北海道だよ、北海道、うん、ね、いろいろ住んでるわけじゃないですか、なので、はい、これ自分のこの地域の名産品があるでしょ、いろいろね、ありますね、これを、うん、送ろう、何、お歳暮ですか、お歳暮として送ろう、勝った人に送るのね、そうだから、年間大賞を言い当てた人にこの当てられなかった3人が、このお歳暮を送るっていう、いいね、いいね、いいね、いう感じでどうですか、いいですね、ちょっとリスナーさんはちょっと置いとかれちゃう感じ、置いとかれてますね、我々だけが楽しい感じになっちゃう、いいよ、リスナーなんかほっとけよ、待て待て待て、いうことでね、大丈夫ですかね、このルールで、いいよいいよ、大丈夫ですか、じゃあ僕、いいけど、じゃあ僕から言おうかな、何何、僕からにも商品を今言うのかい、違う違う違う、一人ずつ言葉を選んでくやつ、あーそっか、そっちね、そっちね、そっちね、いい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 、いいよ、僕からでいいじゃん、いいですよ、しょうがないな、大丈夫大丈夫、いいよ、いい、だ今年はあれだよ、そのダブったりするのはなしよ、え、何、一番最初のやつ封印解いたの、解いた解いた、何をじゃないと、だって年間大賞にならないでしょ、だってちょっと待って、そしたら一番最初言うのはちょっと、どうでしょう、やっぱり意義ありだな、じゃあこうしましょう、ダブってもいいことにしましょう、とりあえずそれでつまんねえ、ダブってもいいことで、とりあえずだからみんなでちょっと待って、一番最初に YouTuber 決めようぜ、YouTuber。ちょ、待って、みんな必死すぎだから。どこかって言ったら必死だ。まずはだから、4人で、ダブってもいいから、一回言っていきましょう、これだっていう。で、ダブんなかった人はもう、それで決定ね。あ、ダブった人はそこでちょっと、そうそうそう。なんかどうにかして決める。どうにかしましょう。じゃあ僕から言ってみますよ。いいよ。絶対言うな、俺が言ったやつ。あれも？ね、じゃあ僕はね、うん、すみません、いただきます。おもてなし。お、来た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 。じゃあ、酒井さん。花があるからな、これな。酒井さん。絶対おもてなしだと思ったけど、ね、じゃあ、2番手で。私はジェジェジェで、くっそいや、ダブってもいいんだよ、ダブってもいいんだよ、だってこれ、ほら、お歳暮送んなきゃいけないんだからね、お歳暮そうだよ、北海道のもの欲しいよ、俺ん何を、じゃあその北海道のものが欲しい岩田さん、これはもう、やっぱり倍返しかな、くっそダブってもいいんだよ、ダブってもいいんだよ、別に何みんなと遠慮し合ってんのじゃあ元宮さん、俺か、俺か、今でしょ、お、別れたね、
別れさせたね、あえて勝負に来たね、みんな勝負に出たよ、俺は。うわ、こうなるとなんかあれだよね、一番最初に言った僕かっこ悪い感じになっちゃうね。いやでもおもてなしは強いと思いますよ。おもてなしはね、相当強いと思うよ、正直。あのね、おもてなしだけが、やっぱね、日本背負ってるんだよ、言葉が。そうなんですよ、そうだよね、全くその通り。あとは、それこそ、ほら、倍返しなんて、関係ない人もいっぱいいて、ジェジジェもそうじゃん。そうね。今でしょもうあれコマーシャルでしょ。今でしょは、正直、もう旬が過ぎちゃってるんだよ。まあね、だから、まあ、花があるのはおもてなしだよ、ね。おもてなしなんだよね。あれ、今でしょのおじさん、塾のおじさん、林先生ね。林先生っていうの、なんかね、あのコマーシャルやってる時、正直俺はちょっとイラッとしてた。まあそういう CM ですよね。そういう CM だけどね。あのさ3人ともさ、ちょっとさ、おもてなしはないないよ、おもてなしは絶対対象じゃないよっていう意見をちょっと言っといて。いや、おもてなしはいいと思うぞ。おもてなしは対象だと思いますよ。なんかそんな感じでさ、僕がさ、ね、僕がそうやってさ、勝ってもさ、なんかさ、すげえお歳暮もらいにくいじゃん。いや、一番最初に選んだからな。しょうがないですよね。だってね、我々は残ったやつから選んだわけですからね。まあ、そうか。JJJ が来たらいいな。なんか気分悪いな、なんかな、僕。違うやつにするのか、勝負かけちゃう？ん？しょうがないな、バカッターをやってもいいぞ。あ、ヤグールあげます、ヤグール。ヤグールはいや。そうだな。あとレッドキャビアあげます。じゃあね。あ、帰るの？じゃあね。おもてなしで。なんだな。ね、じゃあ。あ、でもいいよ、ちょうど別れたじゃん。北海道の何もらおうかな。うん、まだ分からんよ。だっておもてなしでしょ、どう考えたって。うん、ここはおめえ最後の最後まで分からないさ。これね、よっぽどね、このユーキャンの中に、ね、オリンピックをよしとしない人がね、いない限り、おもてなしだよ。ふなっしーかもしんないよ。足はね、ならない。あの端っこの方で、僕がね、描いてる絵は、この壇上の端の方で、ぴょんぴょん飛び跳ねてるんだよ、フラッシュは、黄色が。ね、そこにちょっと黄色が欲しいんだよ、端に。ガヤね、ガヤ。ガヤガヤガヤ。で、真ん中には、ちょっと着飾った、あの、滝川クリステルさんがいてね。あ、ね、あ、でしょ、ちょっと、画面の中央、やや右寄りに、あの、ちょっと恥ずかしげに、ジェジェジェの女の子をもじもじしてるんで。あのね、多分ね、ジェジェジェの女の子の名前が全然出てこないんで、僕見てないから。レナです。よくわかるね。そうか。え、可愛い子だなと思ってたけど。可愛い子。そうです、ね。ただほら、ジェジェジェは強いのは、倍返しと違うのは、NHK だから、これ日本全国隅々まで放送されてるわけですよ。そうだね、そうだね。やっぱりその知名度は高いね。知名度としてはね。そうだね。花が意外とジェジェジェじゃない、アマちゃんで来るかもしれない。ああ、その手もあるね。それもありえますね。そうだね。まあいうことで。酒井さんとこうまいもんってなんだ。もうなんかお歳暮の話になってる。何があるのか、あんまりなんかパッとしないんですよね、岐阜って。岐阜ウイロー山の幸、それは名古屋です。そうだ、ね、名古屋か。いや、名古屋名物送りましょうかね、じゃあウイロー以外、ね、ちょっと待って酒井さんさ、あのもう送る側に完全になってるけど大丈夫。だっておもてなしだと思いますよ。だからそうすると僕もらいにくくなっちゃうから。あれだからな、俺あの荒巻鮭一本ポーンと送るからな。あ、いいなあ、それ荒巻、あれ、いや、あれね、ごめん人によっては意外に迷惑よ、あれ。3人家族でも迷惑です。それは迷惑だね。日本送っちゃうバーン。口にちゃんと紐ついてるやつ。
吊るせるやつです。まあ、とりあえずね、とりあえずね、これ、11月頭には、候補の言葉がずらっと出て、うんうん、そこにもうすでに入ってない可能性があるけどね、うん、何かがね。で、候補が出て、12月頭に発表になりますね。はい、まだギリギリ、お歳暮には間に合うかなという。岩田さんとこ何あるそうね、神奈川なんだ。いや、じゃあ、ベイブリッジの置物かなんかを送りますよ。食い物、食い物。食い物か。そう、やっぱね、消え物がいいよね。中華街の何かがいいんじゃないですか、ね、中華街の何かで。中華街。ちゃんとクール便で頼むよ。うん。じゃあ。まあ、まあ僕は何を送るとか考えなくて大丈夫だと思うんで。おっぱいプリ以外に頼むよ。もう絶対あれだよ、もうリスナーさんから来るよ、竹内さんずるい的な感じの。大丈夫だ、メール来るよ。ね、いうことで、まだ分かんないからね、はい、じゃあ12月頭、またね発表になりましたら、またこれちょっと4人で集まって、はい、結果発表したいと思います。その間にもう一回ぐらいあるかね、ないかな。あ、何が、そんな、そんなことないし、これ配信。それは元宮さん次第。それは元宮さん次第です。そうかそうか。もう、俺はいつでも OK だ。あ、本当ですか。お、うん、お、じゃあ楽しみにしててください。では、エンディングに行きたいと思います。俺がもらったぜ。あ、おもてなし。